ウエスト。皆さんこんにちは。今日はですね、ちょっとリクエストもあったの でちょうど僕明日遠征に行くということで、アウェイの遠征時に持っていく、バッグの中身紹介みたいな感じですをやっていこうと思います。行ってきます。そうですね、 J リーガーの人ってアウェイ2週に1回ですか、基本的には。いや、週によっては1週間に2回とかもあります。だからそんな結構、普通の人ではなかなかないようなペースで出張というか、普通の人でね、そうなんですかね、行ってると思うんで、どういう感じなのかっていうのは結構知りたいっていう、思ってると思うんで、しかもちょっと西大吾ということで、ちょっと変わってるような俺が出てくるのかなみたいな、ちょっとね、今日本当は紹介ここでしたかったんだけど、ちょっと、それが一番変わってるんですけど、それは後で紹介するとして、じゃあ行きましょうか。やりますね。おーい。そんなに、ちなみに中身はどうなことですか。このくらいのバッグで、あんまりこう、預けるのめんどくさいんで、待つのとか、こんな感じで、これ肩にも背負える、牛田カバン、靴下、よいしょ、パンツ、あとパジャマ、あれパジャマ、この時期特に冷房を効かせないとちょっと暑すぎるとか、ちょっと弱めにかけながら寝たりするんで、長ズボン、上も長袖、あれ着てます。ホテルのガウンとかは、あれはさ、肌けたりするし、結局だと足は出てたりする、寒くなっちゃって、あとあんまかっこダサいから。あれで過ごしてる人はいないですか、 J リー。あら、あら。行く時は基本スーツとかなんですけど、現地、ジャージになるんで、それで、ジャージも入ってて、それはチームですか。はい、チーム。ホテルの中ではこれで過ごしてます。水野のジャージですね。これと、短パンとか、それ靴下ってあれですか、試合中に履くやつも入ってる。入ってない。そういうのはチームが持ってってくれる。ああ、なるほど。なんか大悟さん、ウィナーズさんのイベントの時にソックス切ってたじゃないですか。はい。で、今もある。チームも切ってます。チームの方にあるんですか、それは。あります。その靴下ってことですね。同じようなの履いてますね。はい。洗面道具は、あとシャンプーとかもあるんですけど、ちょっとそれも練習場に置いてきたんですけど。はい。普通に歯ブラシと、歯磨き粉、クロス。はい。これごと持っていかなくてもいいんだけど。耳栓。出た！耳栓。耳栓。これもう必需品ですもんね。これはそうっすね。大悟さん。特にホテルは。うるさかったりするね。ちなみに、何年もJリーガーやってると、名古屋はこのホテルとか、鹿島はこのホテルとか、大体決まってますね。へぇ。そうやってチームによって違ったりするんですか、泊まってるとこ。たりもしますけど、基本同じだったことが多いか。へぇ。だんだん分かってきますね。宿泊の、もう場所の、ここに自販機があるんだ、ここがコンビニ近いだと。もちろん。なるほど。充電器。充電器。アップルウォッチと携帯。iPhone のやつ。アップルのやつだ。じゃあ。はい。で、本を1個ぐらいは持っていきたいなと思ってて、いっぱいあるんで。いや、本当ですよね、これ、読み切んないといけないですもんね。今はちょっとこれ、重いんだけど、はい、熊に会ったらどうするか、これやっぱ最近ね、釣り、よく北海道で行ってるんですけど、熊に会うか可能性あるんで、これちょっと、アイヌ民族の狩人の方が、金崎仁さん、これはいい本です。これをじゃあ、今回の旅というか、遠征では、この手で読むと。最近 YouTube でも熊のやつ、めちゃくちゃ見てます。熊のその対処法ですか。札幌行ってから、何回釣り行きました？今のところ。怖いっすかね。結構行ってます。行ってますよ。それでもう毎回一応クマが出るような場所に行ってるわけですもんね。出てもおかしくない。いや、怖いよな、ほんと。一応クマスプレーも持って、うう唐辛子の成分みたいなのが入ってて、10メートル噴射できますみたいな。あ、じゃあ10メートル先のクマにブワーってかける。でも10メートルって意外と短くて、やられちゃう。来たらその落ち着いてできるのか分かんないですけど、鈴とか一応つけます。ああ、なるほど、北海道の釣り人はもうクマ対策絶対だ。でもヒグマってこっちの存在感を示してあげれば、あっちから逃げてくるみたいな。あ、そうなんですね。はい、いるよって。月の輪とかよりも、ちゃんと距離感を保ってくれるみたいなんですけど。北海道にいるのはヒグマ。ヒグマですね。なるほど。じゃあ、その、熊の話じゃないですか。なるほどね。今回持っていきます。あと、財布とか。と、これ、
チョコ。チョコこれ、しかもなんか一回、一回溶けたみたいなやつ。これなんかカカオ 99% のやつで、石狩にある七屋さんで話を聞いてから、カカオがいいっていうのを知って、はい、あそこの方がいいんですけど、あれちょっと買いに行けてないんで、うんうんうん、この辺で買った 99% のやつです。え、ちなみにカカオの量が多いと何がいいってなってあるんですか？まあ余計なものが入ってないっていう。あー、なるほど、はい、でその分砂糖が多くなったり、それが嫌なんで。カカオは集中力とかにいいっていうのを、はい、試合前に、試合前とか、はい、直前とかに、なるほど、はい、食べて。これはブドウ糖っす。ブドウ糖ブドウ糖は、ブドウ糖も、まあ、脳の栄養って言われてるんで、はい、まあ、ちょっとなんか取ってみようかな。これも試合前に、前とか、まあ、うんうん、欲しくなった、はい、それ、ペロって出して1個パクッと食べるんですか？カリカリと。へぇ、あ、味すんすか？砂糖っす。ああ、なるほど。頭をじゃあ柔軟にさせて、柔軟っていうか、まあ使えるように、エネルギー。なるほど。結構頭やっぱ使えますか、試合中は？まあ使いますよ、うん、なんか瞬発性ばっかっていうか。でもそうですよね、瞬発性ばっかやってたもん、ここにそんなもんです。あと、はい、忘れちゃった下駄を持ってくんですけど、はい、あの飛行機乗るときは持ってくんですけど、はい、まあ札幌は基本的に全部アウェイ飛行機なんで。そうですよね。そうなんですよ。え、札幌って一番近いアウェイどこですか？で、直線距離にしたら鹿島とかなんかもしれないです。でも絶対飛行機ですもんね、それだって、うん、下駄あれですよね、大悟さんの家にいつも置いてる。置いてたんですけど、はい、今ちょっと練習場で使ってたんで、はい、それってどういう意味があるんですか？あれは、まあ、飛行機に乗ると気圧の関係とかで、はい、バランスとか崩れるらしいんですよ、体の。はい、それをちょっとこう確認というか合わせるために、まあ、一本バゲタなんで、はい、止まるのが難しいんですよ。なるほど、はい、でそれを、まあ、ホテルに着いてホテルの部屋でちょっと入ってバランスを合わせたり、繊細、はい、っていうのをやってます。そういうのやってる人いたってことですか？なんか影響受けて、まあ、一緒に練習してるあの池田くんって人がいるんですけど、トレーナーさんとかですか？まあまあそうですね、はいはい、彼と話しながら彼に聞いたり、はい、で実践してます。他の選手でやってる人はいないです。変わってますよ。変わってるというか、まあ当然っていうか、その選手の選手によってそのアプローチの仕方は違っていいと思うんですけど、うん、まあいいプレーをするために何かやるっていうのは当然じゃないかなとは思うんですけどね。他の選手でなんでこれ持ってきてるのみたいな人とか物ってあるんですか？プレスとかみんな持ってるじゃないですか。誰が持ってくるんですか、それ？なんかやってるやついますよね。福森とか、青木とかね、あの銃で人殺すゲームやってますよ。あ、エーペックス的なやつですね。うん、ああいうの流行ってるんですね、今、コンサートで。一人でなんか4、5人やってますよ。あ、ガーッと集まって。それぞれの部屋で。部屋で、あー、つないで、で、つけて。あ、なるほど。集まんないですね、今時ね。集まんない。もう、令和ですから。感染対策もバッチリ。ちなみに、うん、遠征の時っていうのは明日移動するんですか？例えば今度川崎ですか？だから試合の前日に移動します。今日練習が終わって昼とかです。そのままお荷物持ってって、はい、バスで、まあ、練習場から、はい、新千歳に行くって感じですか？そうですかね。うんうんうん。あとはもう前、いや面白いっす。みんななんかね、すげえでっかいの入れてったりしてんだけどね、何入ってんのって感じですね。大悟さんこれちっちゃいもんですね。ちっちゃいっすね。うんうんうん、なるほど。で今だったらやっぱ釣りのなんかこの辺の、はい、この辺の本も持ってきたいんだけど、ちょっとでかいなっていう感じですね。なにこれ、水生昆虫小宇宙ってなんかもう怖い。フライのためのあー水生昆虫の図鑑ですね。フライフィッシングっていう、縛りを使う釣りなんですけどね、はい、でこういう昆虫に模してこうルアーを作るんですよ。なのでこういうのが何月にこの昆虫が出るんだとかちょっと勉強してます。なるほど。あんまサッカーは見ないですけどね。サッカーとかのイメトレはしない。まあ最近中盤とかにねやらせてもらえるんで、うんうんうん、イニエスタとかシャビとか、うんうんうん、その辺を見たりしてますね、うんうん、まあ最後試合に行く前とか。なるほど。はい、さすがにちょっとは見るんですね。釣りだけじゃなくて。そうですね、試合前、まあそれも、まあ、トレーニングの一環というか、うんうんうん、再生速度を速くしてみたりします。パパパッと、とっとと終わらせたいから脳のスピードを速くしてみて。これあんまちょっと言いたくないんですけど、あのシークレット。あ、そうなの。はい、ちょっと、いやまあまあいいんですけど。いやでも、普通の人って再生速度上げる理由って早く寝たいからとかじゃないですか。
YouTube そんな別に寝たいなら寝ますもんそうか意味わかんないそれ寝たいけど見たいってことだね、うん、そうです寝たいけど見たいですでもこの趣味の本を持ってくぐらいがなんかちょうどいいんですかねやっぱメンタル的にもまあ試合に向かう前ぐらいでいいと思うんですよね気持ち入れるというか、うん、ちょっとこうサッカーのことを考え出すこのメガネは携帯とか近くのものを見るときに使用しています。移動中は携帯を見ることが多いので、わざと近くを見やすくしているレンズです。目が悪くならないし、むしろ良くなります。まあ、ということで、まあ、見せてもらいましたけど、はいまあ、基本的には、日大がこれで、毎回言ってますよと。そうですということで、うん、皆さんも、まあ、J リーガーになったらちょっと参考にしてあ J リーガーになりたい層向けの動画だったそうそうなりました今でも僕の真似するっていうよりは自分のこういういいルーティンというかそういう何かを見つけていけばいいんじゃないかなっていう感じですね、はい、そんな感じではい、はい、ありがとうございました。